半島の玄関口、青森県の野辺地に初めてやってまいりました全日本プロレスの一行、これよりユナイテッドナショナル選手権の開催でございます。館内にはギャラクシーエクスプレス音楽が鳴り響きました。ユナイテッドナショナル選手権者のチャレンジャーであります噂の大物リック・フレア、リック・フレアの入場でございます。山さん、何かこうファンタスティックな感じがしますね。非常にね、ムードがありますね。はい、幻想的なね、感じですね。そうですね。バディ・ロジャースの2代目と言われております、強者実力者ネイチャーボーイリック・フレア登場です。さあ、これからユナイテッドナショナル選手権保持者ジャンボ鶴田6度目の防衛戦を迎えますが、チャンピオンのテーマです。ジャンボ鶴田、これより入場でございます。満員に膨れ上がりました青森県の野辺地町立体育館でございます。チャレンジャーの方が先に登場してまいりました。さあ、満を持してジャンボ鶴田のテーマソング、シャイニーズカンフーです。我がチャンピオン、ユナイテッドナショナル選手権者6度目の防衛戦を迎えました。黄金のチャンピオンベルト、ジャンボ鶴田です。過去5回防衛しています。さあ、今颯爽とリングに登場してまいりました。大喜びのお客様、初めて青森県の野辺地を訪れました全日本プロレス、ジャンボ鶴田の人気も大変なものでございます。ユナイテッドナショナル選手権試合、試合に先立ちまして、この放送のスポンサー、日華ウイスキー、伊勢の沖、木桜酒造、大塚グループ、横浜ゴム、三菱自動車より花束の贈呈でございます。これより認定書の宣言が読み上げられるものと思われます。認定書の宣言は青森県野辺地町商工会の木村商工会長によりまして読み上げられます。青森県の野辺地地方も陸湾の開発事業が進んでおりまして、発展途上の町でありますけれども、今夜のこの野辺地大会、野辺地の商工会議所が一役買ってくれました。野辺地町商工会の木村商工会長によりまして、今チャンピオンベルトが超満員のお客様に見せられているところでございます。これより両選手の紹介でございます。本日は リック・フレアが紹介されました。狂乱の貴公子と言われております。185センチ113キロ、金髪です。6度目の防衛戦です。ジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田。さあ、山田さん、いよいよユナイテッドナショナル選手権試合始まりますが、まずこのチャレンジャーのリック・フレアですけれども、大変ムードを持ったいい男というような表現がぴったりですね。そうですね、ブロンドのロングヘア、はい、しかも真っ黒いタイツにネイチャーボーイ、野生児という縫い取りがありますね。そうですね、それにまた今回の来日は次期 NWA の世界チャンピオン有力候補ということで、イメージを変えて入場してまいりましたね。そうです。おっと、山さん、今セコンドに試合を終わりましたビッグマードックが入りましたね。そうですね、三宝格ですね、はい、強力な助っ人を呼びました。表情をご覧いただいております、この男が狂乱の貴公子リック・フレアです。しかしね、今日チャイニーズカンフーに乗ってですね、ジャンボが出てきたときに非常にベルトが似合いましたね。そうですね、本当に腰に巻かれたベルトが、はい、もうジャンボのものになったという感じがしました。目の防衛戦です。過去の防衛記録ちょっと振り返ってみましょう。すでにユナイテッドナショナル選手権のチャンピオンベルト1年以上タイトルを保持しております、このジャンボ鶴田。ビル・ロビンソンからタイトルを奪還したのが昨年の3月の23日これはアメリカマイアミのコンベンションホールでの対戦でした。奪還に成功いたしましたが、山田さん、
このマイアミのコンベンションホールでロビンソン対鶴田の試合、ユナイテッドナショナル選手権が行われていた試合を熱い視線で見守っていたのがこのリックフェアですよね。そうですね、はい、いやですからね、その当時からリック・フレアはですね、はい、心に期すものがあったんじゃないでしょうか。なるほどね。いつの日か日本へ行ってですね、まあ、あのタイトルを狙ってやろうということですね。そうですね。さあ腕を攻撃に行きます、ジャンボ鶴田。その後バロンフォンラシクには2対1の完全防衛、大木金太郎とは UN とアジアのダブルタイトルで1対1の引き分け防衛、そして3回目の防衛戦があの人気者ミル・マスカラスとの一戦、これは2対1完全防衛、これは昨年の年間最高試合賞を獲得してますね。そうですね、非常にダイナミックなね、いい試合でしたね。そうでしたね。それから4回目の防衛戦が和風マクダニエル、これも2対1完全防衛、そして今年アントン・ヘイシンク、ちょっと変則的な選手との防衛戦があったんですが、これは反則防衛でございます。山田さんね、はい、チャンピオンというのはチャンピオンは守る方が非常に難しいんだというふうに言われておりますが、ジャンボ鶴田、過去の5回のユナイテッドナショナル選手権の試合内容から見ていかがですか。そうですね、やはり堅実に防衛してきたという感じはしますね、はい、うん、確かにおっしゃるようにね、このベルトをね巻いてからが難しいわけですよね、ですからね、まあロビンソンから取り返したときにおそらく二度と失敗はするまいという気持ちを固めたんでしょうね、はい、なるほどね。さあパワフルな攻撃、チャレンジャーリック・フレア両方の足で返しました。大きくボディースラム、上背はジャンボの方があります。落差の大きいボディースラムを見舞いました。あっと巻き投げ一戦、空中でのホイップ、ジャンボ鶴田得意の巻き投げ決めました。左の腕を決めます。まあ、そういうことになりますと、山田さん、この防衛記録というのはあのジャイアント馬場の持ちます PWF の38回連続防衛、これはそういった意味では偉大な記録なんですね。そうです、一口にね、30回だの30何回だのと言いますけどね、これに費やした年月、はい、そしてその試合の中身を考えた時にですね、本当に頭の下がるようなね大記録ですよね。なるほどね。もう一朝一夕にしてなるもんじゃありません。はい、そのままジャイアント馬場ですけれども、チャンピオンカーニバル終わったばかりのこのユナイテッドナショナル選手権ですが、ジャンボ鶴田も優勝候補の下馬評に乗っていたんですが、惜しくも第3位、東京スポーツ紙に昇格のジャイアント馬場がジャンボ鶴田に何か指揮を寄せてましたですね、はい、どんなこと書いてあったんですか。いや、やっぱりね、アドバイスと言いましょうか、うん、まあ、表現は非常に難しいんですがね、このなぜああいうことになったかということをじっくりねやっぱり考えてほしいというような意味ですね、まあ、内容から見ますと俺を破って本当の男になれというようなことのようですね、うん、そうなんですよね、非常にねそのなんか心温まるものを感じるようなね内容だったんですね。指定の愛情でしょうかね、はい、アームホイップです、ジャンボ鶴田、まだまだ序盤戦、油断なりません、大物です、噂の大物リックフレア、強者実力者です。山さん、このリックフレアが大物ですとか次期チャンピオンの世界チャンピオンの有力候補ですとか何の根拠もないと思うんですけれども、この噂の出るゆえんは何なんですか。まだデビューして6年ですよ。しかしね、これはやはりドリーファンクジュニアに勝ち、うん、そしてパッドコーナーに勝ったという何者にも変え難い実績ですよね。ははそれと同時にタッグではいわゆるノース激戦地のノースカロライナ地区でいわゆる同地区の認定している世界タッグ選手権を、うん、グレッグ・バレンタインとともにずっと2年以上保持している、はい、ということでしょうね。ははそうですか、はい、もちろん、ま、そういったその大きな呼び声が出てきたのは今年に入ってからですよ。そうですね、はい、急に盛り上がってまいりましたね、はい、なんとかその噂をもみ消してもらいたい、ジャンボ鶴田ファンにはそういう願いがこもっています。ジャンボ鶴田もアメリカのサーキットで半年以上やれば NWA の世界チャンピオン候補、当然そういったことになるわけですからね。そうですね、日本にいるだけになかなか手と届かないところにおりますけれども、しかしちょっとね、膝蹴りですがね、下腹部の急所を狙いましたね。あ、そうですか、はい、ちょっとジャンボの動きが急に悪くなりましたね。はは、表情は変えておりませんね、ええ、表情は変えておりません。チャンピオンのジャンボ鶴田です。今年のジャンボ鶴田はしかし NWA の世界ヘビー級チャンピオンハリーレースと60分の死闘を演じました。実力的にももうぐーんと急成長を遂げています、ジャンボ鶴田であります。さあ対角線上放り投げると力強い攻撃だ、場外におっぽり投げました。
鶴田切って取るか、1本目頭から落ちました。リックフレアチャレンジャー、ちょっと膝のあたりを気にしております。腕を振りました。身長はそれほどありません。185センチでございます。リックフレア、参謀閣のリックマードック、今のところまだ無言の体ですが、どういうようなアドバイスを与えますか。リックマードックであります。左の腕をちょっとかばいました。チャレンジャーのリックフレア、この金髪も見事なんですが、上半身ビルドアップされた上半身、脅威が1メートル20センチあるんですね。立派な体ですね。大変に上半身いいですね。はい、トップロープを掴んで離しません。さあまたしても対角線上に頭から突っ込む。ジャンボ鶴田の動きが非常にいいようです。1本目の勝負です。腕を決めにかかりました。ステップオーバーしました。今外しました。アームロックに入っています。今日のジャンボはね、何かかなり力攻めを考えているような感じですね。あ、さっき の、 ハンマーで思い切ってコーナーに飛ばした一発、もう力が入りすぎるぐらい入ってますね。なるほどね。フレアが一発で場外転落しましたからね。はい、なおこのチャレンジャーのリック・フレアでありますが、ジャンボ鶴田の情報に関しましては、先ほどセミファイナルでいい勝負を演じました、ノースカロライナ時代のキム・ドク、それから UN にもチャレンジしたワフー・マクダニエル、そして、セコンドのディック・マードック、いろいろと情報を仕入れているようでございます。山田さん、このプロレス界の情報時代ということが言えるそうですね。それはね、もうお互いにね、その自分のその立場非常に大事にしてもらうだけにね、はい、情報の交換、これはタイトルマッチの前なんてのはなおさらですね。そうですね。肩に大の腕を乗せます。チャンピオンのジャンボ鶴田であります。まあリックフレアに来日直前に、いや来日した時にちょっと話を聞いてみたんですが、ジャンボ鶴田、それからジャイアント馬場の情報はもうすぐに入るんだというふうに言っておりました。今年ハリーレースに引き分けた、世界チャンピオンのハリーレースに引き分けたジャンボ鶴田の情報も入っているということを言っておりました。それからチャンピオンカーニバル終わったばかりなんですが、ジャイアント馬場が V2 を遂げましたね、はい、この情報ももう入ってるんですね。特にね、今日本のマット界というのは注目の的ですからね、全日本プロレスでの結果というものはもういち早くアメリカのマット界各レスラーに伝わっているようですね。なるほどね。そういった意味で今度は反対にですね、噂の大物、次期世界 NWA チャンピオン候補のリック・フレア、このユナイテッドナショナル選手権にチャレンジということはもちろん NWA の幹部にも知れ渡っておりますから、結果も当然入りますね、はい、どういう評価を受けますか。帰ってくるところ、トーキックに取りましたリック・フレアです。ロープの反動がありますのでちょっとダメージが大きい。下腹部を抑えます。まだまだ場外戦はありません。ストロングスタイルの好勝負、カウント2で跳ねのけました。チャンピオンジャンボ鶴田、さあ首に手を回しました。ロープサイドです。拳打ち、熱い胸板に拳打ち、チャレンジャーのリックフレア、まだまだ得意と言われておりますスープレックス、それから脳天食い打ち、あるいはまた足4の字固め、まだ出すチャンスはありませんが、これが得意技だ。アトミックドロップいった、ジャイアント馬場を仕留めた。このアトミックドロップだ、そうどうだ、さあどうだ、おっと危ない、カウント2です。カウント2で跳ね返しました。出しましたね、出しましたね。この前これでちょっと迂闊にやられてるだけにね、はい、油断しちゃいけませんよ。そうですね。さあ今度おっとおっとサイドスープレックスに決めとる、いかがですか。ちょっと息が低かったですがね、はい、なかなか思い切って投げてますね。エルボードロップ、とどめになるか、カウント2で返しました。立て続けに大技を出してまいりました。アトミックドロップ、それからちょっと間を置きましてのサイドスープレックス、すかさずエルボードロップ、3連発でやります。チャレンジャーリックフレア、大技からですね決めに行く技の使い方、連続技、スピードいいですね。ややチャレンジャーリズムが出てきたという感じですね。そうです、このあたりちょっと冷静な判断で作戦を練らなくてはいけません。頭を抱え込まれております。チャンピオンのジャンボ鶴田であります。あーっと力比べになりました。すごい力ですね、あの腕の筋肉、フロントヘッドロックなんですがね、非常に変わった取り方してますね。そうですね、はい、腕の位置をちょっとご覧いただきましょう。ジャンボの腕にですね、はい、
片っぽの、 あの左手を絡んで、で右手でフォローしてますね。そういうことですね。でも形はフロントヘッドロックです。おっと山さん、ジャンボスルトの右の腕のあたりちょっと変わりましたね。変色しましたね。相当のパワーです。ぐいぐい締め付けます。フロントのヘッドロック、自分の力を十分に利用してますね。そうですね、腕ごと決めるというのはこれむしろ首だけ決めるより難しいと思うんですよね、はい、ちょっと珍しい技ですね。そうですね、フロントのヘッドロックです。またしても行きました。やや勢いづいてまいりました。チャレンジャーのリックフレア、そしてコンパスをかなり長く取りました。スタンスを長く取りました。さあカバーの体勢ですが、ちょっと苦しいぞ鶴田。返した返した。このヘッドロックで息の根を止められるという場合もありますからね。これはもう基本的な技ですがね、はい、十二分にそういう可能性ありますよ。軽くフライングメイヤーです。エルボーバット落差がありました。鎖骨のあたりに食い込みます。今度はバックからの攻撃。リックフレア徐々にグランドでの展開になってまいりましたね。びったりとくっついてますね。密着プレーです。チャレンジャーリックフレア、1950年、テネシーの生まれ、28歳であります。ジャンボスルタは一つ若く、1951年生まれの27歳でございます。ジャンボスルタとは同じ時期にデビューしております。キャリア6年。前山さん、先ほど松永アナウンサーをリポートしておりましたが、1950年代のレスラーというものは本当に、大体6、7年のキャリアがあるんですが、成長してきましたね。やはりね、今アメリカのマット界に主力を担っているヤングパワーたちですね、はい、そうですね。ロープに飛ばした。何を考えているか。さあおっとジャンボジャンピング、さあタイミングを取って、またしてもジャンプした。さあショルダースルーだ。ショルダースルー、勢いづいたスルーだ。勢いづきました。ガッツポーズを出しました。エルボースマッシュ、角度のいい切れ味鋭いエルボースマッシュ、動物的な感です。ストンピング、ストンピング。あーっとチャレンジャー逃げ回りました。さあこの辺り間を置かない方がいいですね。どんどん攻めた方がいいですね。トップロープに背中を乗せました。やる気満々。チャンピオン6度目の防衛戦、相手は噂の大物と言われておりますが、噂なんて気にしないということを言っておりました。控え室でのジャンボ鶴田の表情でした。自信満々でこのユナイテッドナショナル選手権に臨んでいます。ジャンボ鶴田、テルボースマッシュいいですね、非常に力入ってますね。転げ回ります。チャレンジャーのリックフレア、大物同士の対決、次期 NWA のチャンピオン候補、若きライオン同士の対決だが、サイドスープレックス、ジャンボが見せました。サイドスープレックス1本ずつ。先ほどのリックフレアと比較してどうでしょう。ジャンボの方がですね、タイミングの取り方が遅いんですが、はい、叩きつけ方は思い切ってますね。なるほど。一旦指を開いて、今度は拳を打ってレフリーの資格をつきます。なかなか細かいゲートもできます。リックフレア、さあ金髪を掴んでコブラツイスト、コブラツイスト、密着プレーに行きました。チャンピオンのジャンボ鶴田、ぐいぐい頭を振る。金髪が非常に綺麗です。あっと腰に乗せて返しました。腰の切れ味、エルボードロップ自滅、エルボードロップ自滅。左の腕が効いていない、左の腕が死んでいる。チャンス、ジャンボチャンス、ジャンボチャンスを迎えました。逆エビの体勢です。逆エビの体勢、ステップオーバーできるか。ロープどうか。ロープまではあと1メートルありません。今や初めてディック・マードックが声をかけました。さあボストンクラブの体勢だ。ボストンクラブにグイグイ入る。おっと手を伸ばした、また離れました。1本目の勝負です。熱のこもった攻防、逃げられましたね。いい勝負になってまいりました。好一番ですね、山田さんね。そうですね、力入りますね。しかし今ね、惜しかったですね、はい、逆エビもうちょっとねリングの中だったらね、決まってたでしょう。そうですね。今度は成功超えましてのエルボースマッシュ2連発であります。ご存知のようにジャンボスルタはドリーファンクジュニアのファンク一家で成長、一方のこのリックフレアはバンガニアに見出されました。ジャンピング2パット今日初めて打ちましたが、おっとカウント2です。ジャンボスペシャルまではいきません。単純なジャンピング2パットです。最近はこのジャンピング2パットもいろいろとバリエーションを変えまして、ジャンピング2パットプラス1を考え出してますからね。そうなんです、しかしね、いわゆるハイテクニックですから、はい、まかり間違うと自分自身をね、痛めてしまう恐れがあるんで、迂闊には使えません。そうですね。チャンピオンカーニバルあたりには
かなりまあ試運転をしたんですが 100% まだまだ完成していないとジャンボ鶴田本人は言っておりました。2スタンプの連続攻撃、一進一退の攻防。おっとバックを取られると危ないぞ、バックを取られると危ないぞ、おっと大きく肩まで持ち上げて、何で取るか、トリックドロップで取った、おバックを取った、バックを取った、さあおっとバックドロップ、バックドロップ、さあ1本目どうだ、カウントが続くぞ、カウントクリック、ジャンボ取りました、チャンピオン選手、見事なバックドロップでした。相手の一瞬の隙を突きました。アトミックドロップを取られた時には非常に危ない体勢だったんですが、そこは冷静、キャリアを積んでいますジャンボ鶴田、うまくタイミングを合わせてバックドロップに切って取りました、一本先勝であります。堂々たる先勝勝ちですね。そうですね、やはりね、同じ技はね二度食わないでしょう。そうですね、あのアトミックドロップを冷静にかわして一瞬後ろへ回って、はい、その次にもう大技のバックドロップ、これはねリックフレアとしてもちょっとかわす暇がなかったですね。そうですね、さすがに UN の王者です。1本目は19分34秒、ジャンボ鶴田先勝でございます。勝負はいよいよ2本目でございます。1分間のインターバルがありましたが、松永さん、参謀役のディック・マードックは何か言ってますか。はい、それがですね、なかなか余裕がありまして、リック・フレアは笑ってるんですよ。でですね、ぜひディック・マードック次はどんな戦法かって聞いたらですね、殿下の方と足を狙わせるようにおらん、なんか言ったんだ、何をするかそこまで言いませんでした。ああそうですか。そうしますと山田さん、2本目はもう後がありませんので、ひょっとしましたらパットコーナーを仕留めた足4の字あたりをもうがぜん狙ってくるかもしれませんね。そうです、可能性は十分ありますね。可能性は十分ありますね。さあネックブリーカードロップの体勢、チャンピオンジャンボ鶴田非常に有利に立ちました。6回目の防衛戦でございます。自信満々ジャンボ鶴田、このユナイテッドナショナル選手権、アメリカの有力大物選手はこのチャンピオンベルトを狙っています。それだけにこの結果は NWA の最高幹部ランキング委員会あたりにももちろん知れ渡ります。そういった意味でもリックフレアは頑張らなくてはなりません。そして日本のチャンピオン候補、このジャンボ鶴田も頑張らなくてはなりません。両者にとりましては非常に大事な試合でございます。さあ2本目の勝負はグランドでの展開になってまいりました。リックフレア後がありません。参謀閣のディック・マードックです。山さん、ところでアメリカのこのリックフレアが主戦場にしておりますノースカロライナ地区というのは素晴らしいレスラーの宝庫と言われてますね。そうですね、あの最近大変にね、あの激戦地になりましたね、とにかくノースカロライナ、サウスカロライナでバージニア、この3州にまたがってですね、はい、3つのサーキットコースがあるんですね、1週間に。そうですね、それだけにねレスラーの数も多い、そして層が非常に厚いですね。はい、もちろんジャンボ鶴田もこのノースカロライナ地区に遠征しています。まあ、あのノースカロライナと言いますと NWA 役員のジム・クロケットプロモーター、これが大変な実力者でいいレスラーが集まってきますね。そういうことでしょうね。ちょっとご紹介しますと、和風マクダニエル、あるいはポール・ジョーンズ、それからジン・オレイのアンダーソン・ブラザース、それに NWA 世界ヘビー級チャンピオンのハリー・レース、あるいは人気者ドリー・ファンク・ジュニアも定期的に遠征しています。ノースカロライナ地区です。さあ2本目の勝負、リング上、おっとパンチとチョップの応酬、ハンマーパンチはリック・フレア膝で打ちました。ニーバットも強力です。サイドのヘッドロックに取りました。背中に手を回してショルダーブロック、コブラツイスト、タイミングよく入りました、タイミングよく入りました。ジャンボ鶴田です。非常にいいタイミングですね。いいタイミングですね。もっと絞りたいですね。はい、頭を振りますがちょっと崩れました。グランドコブラ入りました。グランドコブラに入りましたね。足と足の攻防になりました。2本目の勝負、アメリカ本国にこのユナイテッドナショナル選手権のチャンピオンベルトを持って帰りたいリック・フレアです。ノースカロライナの仲間、和風マクダニエルも
このジャンボ鶴田のユナイテッドナショナル選手権にチャレンジいたしましたが2対1で敗れています。情報は十分に入っているんですがその裏を書くような戦法を挑んでいますジャンボ鶴田。鶴田も山田さんリックフレアよく調べてますね。そうですね、なかなかあの相手にチャンスを与えないでうまく、はい、特に今 の、 あのコブラツイストからグランドコブラにですね、なだれ込んだあたりがうまいですね。そうですね、リック・マードックが大きな声でリック・フレアにアドバイス。2バットを打ち込んでまいりました。いや2スタンプといった方がいいかもしれません。足の付け根でありますリック・フレアです。今度はストンピング、あートーキックですね、太もものあたりです。足を徐々に狙ってまいりました。どうやら得意のフィギュア4レッグロックのパターンに行くところか。ジャンボ鶴田ももちろん警戒しています。おっと一旦リングの外に出ました。一旦リングの外に出まして引きずり込んでまいりました。おっとエプロンのところに腿の内側ですね、関節のあたりを思い切ってぶつけます。ああ、そして青い鉄柱へ持ってまいりました。思い切ってスタンスを広げてジャンボ鶴田の左の足をぐーっと持ち上げて返しました。あれはバネの応用ですね。そうです、そうです、ちょっとジャンボ鶴田の左の内腿のあたりが色が変わってまいりました。さあどういうパターンから足4の字に行くのか見ものです。なかなか行きません。足を攻めます怪力リックフレア。レッグシザースに取ってますね。そうです、はい、今あの股先から今度はレッグシザースですね。そうですね、はいはい、徹底した集中的な足攻撃です。足攻撃ですね、はい、かなり時間が経過してまいりました。足を攻撃されておりますジャンボ鶴田。当然本人は気がついているんでしょうが間髪を与えずに足を取ってまいりますのでなかなか逃げられません。ジャンボ鶴田またしてもエプロンサイド、膝の関節のあたりエプロンに打ちつけます。拳打ち5カウント以内に徹底的にラフプレーを展開いたしますリック・フレア。試合前にね山田さん、ジャンボ鶴田がリック・フレアはストロングタイプだけのレスラーじゃない、本心はラフプレーが得意なんではないかと語っておりましたが徐々にそういった様子を呈してまいりましたね。そうですね、非常にあのラフとオーソドックスなテクニックをコンバインこの混ぜ合わせてうまく攻めてきますね、はい、そうですね。AWA 出身のこのリック・フレアですが現在は AWA はもちろんのこと NWA、3WF といろいろな各テリトリーを狙い撃ち暴れまくっておりますリック・フレア。山さん、先ほどもちょっとご紹介したんですが1950年代の若者次期 NWA の世界チャンピオンの有力候補たちたくさんおります。ジャンボ鶴田と同世代の仲間ちょっとご紹介しますと例えば 3WF の現在のチャンピオンボブ・バックランドですね、はい、これもチャンピオンになりました。それからディック・スレーターも現在フロリダのチャンピオンですか。そうです。それからスタン・ハンセンはジョージアのチャンピオン、テッド・デビアスもチャンピオンになったことがありますね。そうですね、まあみんなあのいわゆる50年代の若者たちが、はい、今各地区のですねローカルタイトルを独占してますね、はい、場外に放り投げましたディック・フレア。しかしですよ山田さん、ジャンボ鶴田はそういった選手たちと全て手を合わせて例えばボブ・バックランドには非常にいい星を残してますよね。そうですね、ケン・パテラにも勝っています。ディック・スレーターとは引き分け、スタン・ハンセンにも勝っています。テッド・デビアスとはもちろんチャンピオンカーニバルで顔を合わせて勝っています。それからアル・マドリルとも過去勝っています。そういった意味で1950年代生まれのジャンボ鶴田いかに実力があるかが証明されているわけでございます。エプロンからのこれは何で取るか、ブレンバスターで取りそうだ、滞空時間を長くしてリングの中央好位置を取りました。うまい、これはうまい、非常にね、ハイアングルのいいブレンバスターですね。そうですね、おっと今度はなんか大声を張り上げてエルボードロップ喉元へ食い込みました。ちょっと意識がなくなってまいりましたがジャンボ鶴田やっと跳ね返しました。ツーカウント、足を攻める、おっとおっとおっと右足を回転させた、あっとこれだこれだこれだった、フィギュア4レスロック足4の字やっと入りました。さあ時間が経過しておりますがよもやジャンボ鶴田警戒していただけにフィギュア4レッグロックは食わないと思ったんですが一瞬の油断をついて隙を突かれました、隙を突かれました。さあ果たしてギブアップなるかどうか、懸命に足をグイ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 と締め付けます。リックフレア得意のフィギュア4レッグロック、フィギュア4レッグロックです。山田さん、まだ経過の途中なんですが、
白ロックの魔王と比べるとどうでしょうね、相当ねジャンボは苦しがってますね、苦しがってますね、さあちょっと斜めの状態、体を返すことができるか、やっと返しましたが、あれを思い切って返しますとさらに深く食い込むということもありますからね、しかしね、あっと返しましたね、返しは返してエプロン、エプロンにもつれ込んだがまだロープには手が届きません、深く迫っています、ビギアフォーレッグレッグ、足4の字がつれ、ジャンボ鶴田の表情です、ジャンボ鶴田の表情で、あっとギブアップですか、ギブアップですね、ギブアップですね、上樋口レフリーがゴングを要請しました、ロープが近かっただけに惜しいですね、惜しいですね、懸命に頭を振りましてなんとか逃れようとしたジャンボ鶴田、しかし結局はフィギュア4レッグロック2本目、チャレンジャーリックフレアが取りました、しかしねちょっとこの攻め方ではね用心しててもダメですね、はい、もう徹底して足4の字に持っていく戦い方、なるほど、もう徹底して足を攻めまくりましたね、2本目は徹底してましたね、はい、あの、まあ、ローレンの元世界 NWA の世界ヘビー級チャンピオンのパットーコーナーが仕掛けられた技、パットーコーナーでさえも仕掛けられたわけですから鶴田しょうがないということですか、そうですね、特にね、あの後半のね、エプロンからブレンバスターに持っていった、それからエルボードロップ、そして足4の字、はい、前ですね、そうですね、相当大きなダメージですね、2本目は8分49秒でリックフレア雪辱でございます、日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は青森県野辺地町町立体育館より全国31局を結んでお送りいたしております。ドライブ中にそわそわしてしまうことありませんか、長い時間乗ってるとどうしてもそわそわっと私だけしてしまうんで、次のサービスでやっておくだろうとかね、周りにちょっと迷惑かかってんじゃないかなと思うと私の方も気にしちゃいます、そういうことを考えないでこうみんなと一緒に行けたら楽しいだなと思いますね、皆さんもドライブ中にそわそわすることありませんか、そんな方へ朝日のノコギリ足リコピンプラスをご紹介します、アメリカやヨーロッパの中高年男性に活用されているハーブの一種ノコギリヤシエキスを 320mg 配合、いや、 やっぱり人生変わったってすっきりしたっていうかね、勢いが全然違うんですよ、さあ気分よくね、これも本当にいいなと思ってます、生きる喜びの一つになってくるんじゃないですかね、やっぱりドライブ中にそわそわしてしまう方、夜中に何度も起きてしまう方、ぜひ一度お試しください、朝日のノコギリヤシリコピンプラスは税込み2814円、30日以内なら商品代金全額返金制度がございます、詳しくはオペレーターへお問い合わせください、ご注文は 0120-878722 0120-878722 まで、ハロー、事故も起こしてないのに保険料があまり変わらなくて通販型もいいかなって、山田様がゴールド免許でしたら人身障害と車両保険をつけてもこの価格です、車両保険なしの場合はこの価格です、いいわね、さらに早割り、45日前までにご契約されたお客様への割引です、お気軽にお電話ください、フリーダイヤル 551-993 バイク保険もっちゅうりっひ、ユナイテッドナショナル選手権勝負の方は3本目に入ります、ジャンボ鶴田のストレート勝ちはなかったですね、山田さん、それどころかね、ちょっと今のあのダメージがどのぐらいか、はい、それによっては3本目ちょっと危ないですね、2本目は完全に相手の術の中に入ってしまったという感じですね、完全にあのリックフレアペースでしたね、はい、あっと相変わらずフィギュア4レッグロック完成させました、特に左の足、関節のあたりをぐいぐいと締め付けています、ロープサイドにはグレート小塚、大熊元志、そういった選手が駆け寄りましてジャンボ鶴田に熱い声援を送っています、さあがぜん動きがはっきりとしてまいりました、リックフレア1対1ユナイテッドナショナル選手権、金髪を振り乱します、この金髪もリックフレアの個性でございます、それから入場した時のリングコスチューム5000ドルと言われておりますが、アメリカはアトランタに専門のデザイナーを置いて作らせているとこういう話も伝わっております、
リックフレア、今も足音の字固め、右足だけ入りましたが、かろうじて蹴り返しました。ジャンボ鶴田、大きな拳打ちパンチ攻撃、鶴田、これはたまらず返したといったところです。ちょっと3本目、鶴田余裕がなくなってまいりました。あるいはニューチャンピオン誕生か、それとも6度目の防衛成功なるかどうか。ジャンボ鶴田、大事な3本目です。まだまだ山田さん、狙いは足ですね、リックフェア、当然そうでしょうね。そうですね、今ディック・マードックが一声かけました。レグレグというような声が聞こえました。足を狙いというんでしょうか。おっと、1回転した、1回転した、フィギュア4レグロックの体勢ですが、ちょっと左の関節あたりが麻痺状態、返せません。鶴田返せません。返した、右足で蹴り返しました。しかし返す時のタイミングはやや遅れてますね。そうですね、ちょっと動きが鈍いですね。鈍いですね。拳打ち、額に一発狙い打ち、鶴田思い切って今度はスタンディングポジションを取った、かきむしり攻撃、リックフレア、ラフプレーを展開、バックに回ると危ないぞ、ニークラッシャーか、ニークラッシャーだよ、ニークラッシャーでいきました。怖いですね、徹底的に左の関節攻撃。この後再来週はインタータッグの選手権がありますからね。そうですね、こちらは膝が命ですからね。かなり狙い撃ちされております。リックフレアの波状攻撃、関節部分だけを狙い撃ち、リックフレアです。やはりこういうところはね、老快ですね。一度痛めつけたところは徹底して狙うと、はあ、もうそれにもう徹してますね。なるほどね、山さん、老快といってもまだジャンボ鶴田と同じキャリア6年ですよ。しかしこの攻め口は確かに老快ですよ。ほうほう、やはりセコンドによりますディック・マードックがアドバイスを与えているんでしょうかね。当然そうですね、さあ、がぜん動きが華やかになってまいりました。リック・フレア、金髪が大きく揺らめきます。おっと、スモールパッケージホールド、おっと、決まった。あっと、これがフィニッシュホールドになろうとは、これがフィニッシュホールドになろうとは、足を取っての首が温め、一瞬にして決まりました。カウント3入りましたね、カウント3が入りました。2分59秒でございます。この技はね、テリファンクがブリスコからね、世界タイトルを取った時に見せたやつですね、はい、あー、なるほどね、そうですね、一瞬の隙をついて見事に決めました。ジャンボ鶴田でやります。足を取っての首固め、鮮やかに決めました。一瞬のホールド技でしたね。そうですね、しかしね、ジャンボがね、よく冷静にね、あの技をね、使いましたね。そうですね、おっと、もう一目散で控え室の方に帰りかけます。リックフレア、タイトル奪還はなりませんでした。リックフレア、どうですか、ちょっと試合を振り返っていただきたいと思うんですが、1対1に持ち込まれた後、足をちょっと故障してましたけどね。非常にね、足を引きずった状態から見て、コンディションは決して良くなかっただけに、はい、鶴田がですね、土壇場で非常にスピーディーな逆転技を見せた、はい、苦しい戦いでしたが、かなり成長の跡を見せましたね。なるほどね、はい、この結果はアメリカではどう評価されますかね。やはり大きいですよ。今もう上り坂のですね、リックフレアに対して堂々と2対1で王座を守り切ったと、はい、いうことはですね、これは大きく評価されますね。そうでしょうね、はい、世界へ向けて大きく羽ばたいております。ユナイテッドナショナル選手権者ジャンボ鶴田、6度目の防衛に成功、日本テレビから勝利のトロフィーが今送られたところでございます。嬉しそうな、非常に満足そうな表情を浮かべましたジャンボ鶴田です。